はい、こんにちは、山本一郎でございます。まあ、今回そのゴーンさんがですね、レバノンに逃げちゃったって話をしたいなと思ってるんですけども、まあ、実際その、今回その人質司法だとか、いろんなその話もありつつ出てきた話なんですけども、なんかこう話聞くだにこう、パスポートをその弁護士の側から全部こう回収されているにもかかわらず、そのなんかコントラバス その楽器を運ぶ箱の中に隠れてプライベートジェットでトルコ経由でレバノンに行っちゃったみたいな話になってですね、これ、結構な話でございますね。そのやはりそのお金を持っている人をその、外国の人を逮捕してですね、で保釈してみたら海外に逃げちゃったっていうような事例なんですけども、これおそらくはその海外からですね、その一時出国のための書類をですね、出してもらって出て行ったっていう説もあればですね、もうある意味そのダマ店でその強引に出て行っちゃったんじゃないかみたいな話なんですけど、これってやはりその日本の法律上どうなのっていう話以前にですね、そういうことをやるような人がそもそも日産の社長にいてよかったのかって、そういうところまでこう話が回帰するわけでございましてですね、人質司法以前の問題だよねと。でもちろん言いたいこといっぱいあるんだろうけれども、それをその日本がこういい諾々と認めちゃっていいのかっていう話もありますし、それでこうレバノンがそれをこう、ある意味日本の法律を無視してですね、こういう人たちをその受け入れちゃって大丈夫なのかという話もありますし、そもそもそんなことをアメリカの代理人がその、彼の代わりにそのものを申してですね、でそれでそのまま進むと思ってるのかみたいな話にやっぱなるわけですよね。みんな怒りますよね。だからその今回その非常にいい弁護団をこう組んでですね、廣中さんとか、いろんなそのまともな人が周りについていたにもかかわらず、なんかその記者会見ではその廣中さんも寝耳に水だ、その弁護士としてその、きちんと知らされないまま本人がその勝手に逃げちゃったって、これは信頼関係の問題だと思うんですよね。で実際問題も日本には絶対戻ってこないでしょうし、おそらくはその日本にその引き渡し その条約があるところにはその名付け豪さんは行かないみたいな話なのかもしれないですけれども、こんなことはまかり通っているのかというのは別の事件としてあるのかなというふうには思います。でさらに言うとその、今回その遠因となった一連の問題に関してはその公判手続きはおそらく進められないでしょうから、実際にはその、公判がされないままそのゴーンさんが死ぬまで、全てこうそのままになってですね、これどうするんだよっていう話なわけですよね。で裁かれず終わるって話になると、これ本当にこう、もちろんいろいろ問題はあるにせよ、その日本の司法に対して不信感が非常に高まるんじゃないのかなというふうには思うんですよね。そうなるとその、じゃあこれからそのいろんな保釈をしようっていう人たちが出てきたときに、ゴーンさんみたいなことがあったから保釈認めませんよみたいな話が今後出てきたとしたら、それはそれで問題ですよねと。でこの後いろんなところにこうハレーションを起こすような事件だと思うので、やっぱこう何らかこう着地できる方法があるといいなというふうには思います。で一部そのトルコメディアではその日本からその暗殺部隊が出るんじゃないかとかですね暗殺部隊って聞くの久しぶりですけど、要はアサシンがゴーンさんの自宅を襲うんじゃないかとか、いろんな風評でこう見てて面白かったんですけれども、それ以上のことが何かあるといいなと。別にこう殺されたいとかそういう話じゃなくてですね、なんかこうお互いが納得できるようなそういうような話ができるといいなというふうには思うんですよね。はい、まずはそんな形でよろしくお願いします。ゴーンさんのことに関しては僕も日産の人からいろいろ話を聞かされていたんですけども、あんなことする人とは思わなかったですね。俺本当どうするのかっていうのは非常にこうびっくりしながら見てるんですけども、年の瀬にいい除夜の鐘をいただきました。ゴーンゴーンみたいなそんな感じですね。どうもありがとうございます。